ということで皆さんこんにちは、鉄振りです。今回はこちら大阪国際空港大阪インターナショナルエアポート、大阪府豊中市、池田市、兵庫県伊丹市にまたがる空港です。通称大阪空港または伊丹空港というふうに呼ばれますね。今回は伊丹空港または大阪空港というふうに略して呼ぶこともあります。近畿の主な空港としてですね、大阪国際空港、関西国際空港、神戸空港の3つの空港が知られておりますが、1939年に開設された大阪第二飛行場から空港としてありましたため、大阪、関空、神戸の中で一番歴史のある空港となっております。今回はそんな大阪空港をですね、1時間ほど、密着してまいりましたので、皆さんご覧いただけたらなと思います。また途中から少しハプニングもあったりということで、盛りだくさんの内容になってますので、ぜひ最後までご覧いただけたらとっても嬉しいです。現在は関西3空港と呼ばれる中で、関西空港のみが国際線の取り扱いをしている空港なんですけども、最近の発表では神戸空港に新しく国際線ターミナルを新設する予定もあるそうです。ということは神戸空港に海外からやってくる飛行機が来るということですよね。驚きです。伊丹空港におきましては、こちら周辺に多くの住宅地があるため、騒音対策として1日のうち朝7時から夜21時までの間という時間制限というのがあるほか、1日の発着回数は370回以下で、ジェット機は200回以下というふうに制限されております。このためですね、国際線の増発というのが難しいため、国際線に乗り入れる予定はほぼないそうです。そしてこのように大阪国際空港には2本の滑走路がありまして、主にボーイング737、777、767、787などの大型機を扱います。 3000m 級の 32L14R 滑走路と、プロペラ機、ボンバルディア CRJ、E ジェット、それからですね、ダッシュ8、三菱スペースジェットなんかのね、小型機というものが、発着するような1828m の 14L32R 滑走路というものを持っています。非常にこの伊丹空港は複雑でおりまして、奥にある滑走路と手前にある滑走路、こちら奥にある滑走路から離着陸する場合は手前の滑走路を横切らないといけない、そういう風になっておりまして、いろいろと制約、管制の上でも難しいところがあるようです。通常は現在ご覧いただいているように 32R、32L というものを使用するんですけども、都合によっては 14L、14R というものを天候条件によっては使うことがありまして、この時はですね、航空ファンの間では伊丹カーブというふうに呼ばれる珍しい航路を見ることができたり、また俗にワンフォー、逆ランディングというふうにも呼ばれたりします。他にですね、この伊丹空港には報道機関のヘリコプターというのも発着することがあります。現在では国際線の利用はなくなったものの、2005年にはアメリカのブッシュ大統領、2019年には G20 サミットのためにトランプ大統領が来たというのにも有名です。では早速1時間見ていきましょう。スタートです。この辺り見える中でも一番大きい飛行機ですね。もうプッシュバックの用意ができているようですね。上のランプがチカチカされちゃいました。ちょっと見えるか分かんないでしょうけども、画面では見えています。赤い点滅のこのランプがチカチカと出てきたら、ああもう離陸するんだなと思っていい頃です。ブリッジが片付けられまして、プッシュバックの準備が完了している。そして各種エンジンなどが起動し終わった状態、起動または起動準備の状態になっています。 ANA、 どうしても ANA を利用することが多い僕に関してはこちらの方が好きなんですね。さて、だんだんとエンジンの回転数が増えているのがちょっとわかると思うんですけども、いやまだわかんないですが、結構な大きな音が鳴っております。具
側から航空機がやってきました。あちらもね、なかなかちっちゃいんですけども、プロペラ機ですね。おそらく宮古島とかね、あの辺とかからやってきたやつだと思いますけど、宮古島じゃないね、屋久島とかかな。あれ、さっきの飛行機は一便着陸しようとして離陸したやつがいますね。あれです、ゴーアラウンドってやつです。風が強いのでちょっと聞こえるかどうかわかんないですけど、今そこに見えているのが東京羽田駅の飛行機、ボーイング787のドリームライナーで運転されています。またあそこにいるちっちゃい小型のやつは仙台空港行き、あちらもなかなかでかいですね。ボーイング737ということで、ボーイングの中では結構小さめなんですけども、あの奥に見えているプロペラ機でしょうか。あちらの飛行機体よりはよほど大きい、そういうことになっています。切り離す作業が行われていまして、音がだんだんとでかくなってきました。基本飛行機のエンジンがしっかりと立ち上がるのは、ブッシュバックし終わった後にこのように大きな音が出まして、エンジンは本格始動し始めます。それまでは準備段階というわけですね。それまでに整備士の方やまたパイロットの方がいろいろ動作確認などを行うんですけども、しっかりとエンジンが全て起動するのはここで本番、そういうことになります。JL128 に伊丹国際空港から東京羽田行きの JAL の飛行機です。JAL と書かれておりまして、東京羽田空港行き、こちらもボーイング787のドリームライナーで運行されていますから、同じ形式が2つ並んでいます。ここで奥の機体も手前の機体もボーイング787ドリームライナー、基本的に海外に行くときにもよく使われる方の国際線需要もある機体ですから、客室内の設備はなかなかのものだなと思っていいでしょう。さて、いよいよボーイング787ドリームライナー JAL の方と、そしてこちら ANA の飛行機が同時に出発しようというところ、どちらも行き先は東京羽田です。びっくりですね、羽田空港行きがこの飛行機の1本後に羽田空港行きが出ると、そういうわけです。すごい、大阪国際空港時刻表を見てみると17時ちょうど発 ANA34便東京羽田空港行きと、17時ちょうど発こちらも同じ時刻ジャパンエアラインズ JAL128便東京羽田空港行きが出ているということになります。すごいですね、5分遅れとかじゃなくてもう同時に出発すると、現在時刻は17時6分、ちょうどそこのボーディングゲートを出たところが離陸時刻となっていますので、それから伊丹空港で考えますと大体5分から10分ほど後になります。そしてそこに見えるのは、これまた小型ボーイング737という機種になるんですけども、そしてですね、そのさらに奥、ちょうど離陸します。今回は JAL の方が早かったですね。
さて、東京羽田に到着するのはどちらの方が早いのか。ボーイング787ドリームライナー、どちらも787のドリームライナーです。そして行き先は同じく東京羽田、JAL を使うか ANA を使うかでだんだん変わってきますね。これあいにくこの手前のロープにピントがいっちゃって、綺麗に撮れないんですが、着陸機が来ました。シーエアーと書かれております。 JAL の航空機です。ちょっと見にくいですが、時刻は17時の9分です。奥の方に機体が一つ見えますでしょうか。あちらの機体がボーイング787羽田空港行き ANA34 便ですね。奥に見える機体は ANA737 便のボーイング737仙台空港行きです。そして奥に見える、さらに奥に、本当に奥にちっちゃく見える機体、あちらが羽田空港行き。この伊丹空港を出まして、田島コウノトリ国際空港じゃないですね、国際はつきません、田島コウノトリ空港ですね、田島空港まで向かいます。兵庫県の南側に神戸空港があるとすれば、兵庫県の北側にその田島空港とあるんですけども、1時間に1回だけ滑走のランプがつき、飛行機がやってきては離陸する、そんな空港までこのプロペラ機が離陸していきます。逆光ですごい見にくいですけども、こんな感じで離陸していきました。さて、いよいよぐるっと旋回してまいりました。あの飛行機は東京羽田行き、前方の JAL の飛行機に道を譲りまして、あちらの ANA34 便ボーイング787ドリームライナー羽田空港行きはようやく出発しようと、そういうところでございます。テイクオフしていいよという、そういう指令を受け取らなければ飛行機は離陸できない、それがクリアランスとそういうことなんですけども、さて、羽田空港行きが17時12分をもちまして、搭乗口がボーイングゲートが閉まってから17時13分になりました。今13分かけて伊丹空港出発です。前の便との差は約4分差。へ向けて、東京湾の空へ向けて出発しました。見た感じ、そうですね、こちらの便ボーイング737の福岡空港行きとなっているんでしょうか。そうですね、この便福岡空港行きになる予定らしいです。こちらが伊丹を出まして仙台空港へと向かうボーイング737の機体でございます。さて、テイクオフクリアが出て加速をし始めました。すごいですね。奥には大阪の都市部を見ることができます。
ほどまで737よりちっちゃいような三菱の小型機であったりものが離陸してたんですけど、ようやくボーイング737、777、787ですね、このような比較的国内線でも大きな機体が離陸するようになってきました。残念ながら夜行ですね。さて、テイクオフクリアランスが出て離陸し始めました。 J エア、意外と僕こういう小型機もなかなか好きなんですよね。ちょうどこの雲の奥を先ほど飛んでた ANA ボーイング787ドリームライナーの飛行機が通過していってる頃でしょう。さて、まもなく離陸機もやってまいりましたね。あ、着陸機がやってまいりました。こちらは東京羽田からやってきた ボーイングではなくエアバスの飛行機ですね。ANA427 便福岡空港行きが今離陸していきます。こちらは新潟空港行きでしょうか。おそらく新潟空港行きと思われます。 JAL 2251便、JAL の便が出ました。あの航空機もどこから来たのかというのが分かんないんですね。あ、分かりました、分かりました。あの到着機はですね、16時45分に松島空港を出て伊丹空港まで来まして、現在時刻17時29分オールニッポンエアラインズ、松山からやってきた機体がプロペラ機ですね、松山空港からやってきたのがこちらに到着した、そういう状況になっております。現在時刻は17時33分、JAL2367 便大分空港行き。
大分の到着時間は18時25分、飛行時間は約55分です。こちらですね。あ、すみません、見えなかったです。あちらは東京羽田からやってきたエアバス A350 の機体でございます。通常より少し大きい JAL の機体となります。東京羽田空港から大阪伊丹空港まで。クリアランスが出ました。風向きがやっぱりすごい風向き変わってきて、雨もちらちら降ってきました。多分大阪市内の方はすごい雨が降ってると思います。さてさて、おお、ちょうど雨が降っていますが、こっちは降っていません。あちらの飛行機、雨を後ろにけたたましながら GEL 熊本空港行きが出発しました。あー、降ってきた降ってきた。らしいです。やばい、雨降ってきた。やばいやばい。着陸が、すごい雨だ。おお、よく飛んだ。やってきました、航空機。あー、ダメだ。
伊丹空港1時間観察というのを終わろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと今回は途中でラスト15分ぐらいで雨が降ってきたんですけども、なんとか頑張ってですね、伊丹空港の飛行機の方もです動いてくれましたので、無事、離陸と着陸少しですが取ることができました。ということで雨の中よし、雨の中なんとかなりました。本当にもうびっくりするよ、ダメだ、やばいやばい、びっちょびちょだ、伊丹空港やばい。ということでご視聴ありがとうございました。18時28分北側へ来ました。雨の降りしきる中、飛行機たちが来てるので、こっちの方は風向き的には到着または出発して離陸してだいぶ空の方に行ったって感じになるので、あんまり面白いものが見れるとそういうわけではないですけど、ここのボーディングゲートがあって、これで少しはこの光というのが綺麗に見えるようになったかと思います。偏光レンズというものを取り付けまして、少しはマシになってるかなと思いますが、少し画質の衰えがあるかもしれませんので、その点についてはご了承願います。ダメですね、ズームしすぎるとぶっ壊れます。もうなんかこれを飛行機もプッシュバックされます。キックがある、こちらの場所で飛行機の前輪をつかみまして、この小さな小さなトラックのようなもので大きな鉄の塊を動かしていくわけです。謎にああいうとこだけライトアップする力があるんだな。ということで今回は大阪国際空港を見ていきました。1時間見た後ね、すごい雨が降ってきて水が濡れてるんですけども、こんな状態でもですね飛行機は行ったり来たりしているわけです。ということでご視聴ありがとうございました。ちょっとこれで終わりにしようと思います。はい、1日お疲れ様でした。自分疲れましたね。夜道は危険。